Video Diary, June 27th, 2024, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. Video 日誌2024年6月27日、林博です。こんにちは。今のような仕事をして、もうじき、もうすぐ12年が終わってですね、8月1日から13年目に入ります。で、この間、私はいろいろな経験をさせていただきましたが、同時に、こういう生活をですね、毎日続けているわけですけども、物の見方、考え方が大きく変わってきた。ということはですね、結果的に見ると、と言いますか、今というこの瞬間からですね、過去を振り返ってみると、それがよくわかるわけです。その時々においては、わからないわけですよね。はい、無我夢中って言いますか。そういう感じで動画作りをしてきたわけですけども、結果的に見ると大きく変わったなと思うわけですけども、同時にもう一つ、今日皆さんに話したいということはですね、つまり毎日ね、心だけはですよ、心だけは宇宙を比喩してですね、あちこち飛び、そして地球の外から地球を見る、人間を見る、そういうことが習慣的に、なされていると言いますか、日常的になされているわけですよね。で、そういう中で、その皆さんにお伝えしているようにですね、神とはとかね、そんな話ばかりしているもんですから、時々ですけども、いわゆる神の世界の模擬体験というものを経験するわけです。模擬体験というよりもですね、神の心というものがですね、自分の心の中に、その模擬的にですね、あくまでも模擬的ですけども、理解できる時があるわけですよね。で、今日はそれを中心にして話をして皆さんにお伝えしたいなと思っています。どういうことかというとですね、つまり分かりやすく言えば、神の心がですね、それとなく分かる時が時々あるということですね。もちろん私は人間ですから、地面に這いつくばって上を見て神神って言ってるわけですけども、そんな這いつくばって生きている人間の私ですらもですね、つまり毎日、例えばでカインキリストだとかなんとかって話をして、太古の昔からの歴史を振り返ってみる、あるいは神の心になって人間を見るってことが、毎日のようにしているわけですよね。それはある意味で訓練によってできるようになるのか、それとも結果的にそうなのか、それは分かりませんけども、私自身はそんななってますか、意識的意図的にですね、神の心になろうなどとは思ってはいないわけですけども、結果論的に見るとですね、そういう時になるわけ。例えば今もですね、ある意味でその目的そのもの、いわゆる合目的性といいますかね、何かこう目的に合ったものを選び、それに向かって仕事をしているということはないんですよね、私の場合はね。それはもうその無視ということは私のない状態、すなわち、そういう状態で、今の研究をしているということでもないんですけどもね、どこかにやっぱり、どすぐるいてますかね、薄汚いと言いますかね、人間の欲望を、そのまま、引きずっているような、その目的っていうのは、どこかにやっぱりありますね。当初ですね、今はもう思わないんですけども、初めはですね、上の方のコンタクトがあるたびにですね、そうだ、いつかね、火星連れてってもらおうと。そして写真をパンパン撮ってきてね、それをみんなに発表したらみんな驚くだろうな、とかね、あるいはそれをいわゆる写真集にして発表したらお金儲かるだろうなっていうような感じでの、いわゆる俗っぽいね、いわゆる私の思いっていうのがあったことについてですね、それを無視に対してですね、いわゆる有志っていうのもおかしいですけどもね、誰でもあるわけですから、有志のない人、有志、みんなそれ有志によって生きてるわけですからね、無志の反対に側にある私を有志とするならばですね、つまり有志ってことになるわけですけども、それはありましたね。今でもありますよ。全くなくなっている、無志の状態だというわけじゃないです。それはやっぱり、人間の差がのようなもんでしょうね。そう簡単には断ち切れるもんじゃない、ありませんしね。それはもう、例えば、どっかのね、経験な修行僧の人であるならばですね、毎日毎日鍛錬重ねて、自分の心を我のない状態、無我の状態にするということはありますけども、私の場合はそうはいけないんですよね。日常生活の中でね、日々に生活してますから、
昨日も今日もですね、何を考えているかといえばですね、そろそろサラダのレタスのね、新しい種まきをしなくちゃいけないなとかね、例えばこのうちの畑でもですね、まあ害虫が発生してますからね、なんとかそれを しなきゃいけないなとか、そういうまあ現実の中における私ののがいるわけですね。その現実の中にいる私というのはやっぱり現実的な私ということになるわけですけどもね、その現実的な私というのは、まあそのいわゆるこの世の中をね、隔離してですね、隔離というか自分が自身がですね、覚醒感を持ってですね、つまり山の中の仙人のような生活になるということは、これは私の場合は不可能だと思います。まだそんな気ありませんしね、私はやっぱり現実の足をつけてですね、あくまでも現実的な人間として、まあそういう今の生活をしているわけですからね。はい。それはそれなんですけども、そういう中にあってもですね、まあ時々、その神の気持ちになる時があるわけですけども、それはどんな時かというとですね、例えば昨今私を考えることなんですけども、まあ率直に言えばですね、こんなことをしていて何になるんだろうという思いですね。それは無駄だとか無駄でないとかそういう問題じゃなくてですね、いわゆるその、まあはっきり言えばですね、山の高いてっぺんに乗ってですね、一人でね、勝手に空に向かって叫んでるというような意味における、なんて言いますか、いわゆる、アイソレイティドされた、いわゆるその孤立感ですよね。そういう中で、その、やってもらっても響かない。言葉にもなってこない。まあ、いわゆるどっかへ喋ったこと、話したこと、動画作ったことがですね、どっかへそのまま消えていってしまう。というような感じでの、なんて言いますか、虚しさの中でです。虚しさありますね。虚しさの中でですね、つまり、その、やはりこんなことをしていて何になるだろうという思いはありますね。ないとは言わない。でやっぱりその彼のこの現世の世界においてはですね、まあ、マスコミ的なそのいわゆる、世評といいますかね、それを得て、そして自分というのは輪郭を伴って浮き上がってくるわけですけども、その輪郭を伴って浮き上がってくる部分が私の場合はないわけですよね。まあ、例えば分かりやすければですね、学者の世界であればですね、地位名誉論文を発表してですね、博士喝采を受けて、そしてそれでまあ皆さんにね認めてもらうとかね、あるいは本が売れてたくさんお金が入るとかね、あるいはそのまあいろいろありますでしょ。いわゆるそのあちこちでチヤホヤされると、まあそういうふうに思うことはありますけども、あると思いますけど、そういうことはあるんでしょうけども、私の場合はそれが全くないわけですよね。ないわけです。ですからまあ要するにそういう意味におけるなんて言いますか、その虚しさと言いますか、寂しさと言いますかね、何とも言わないカスカス感というのはやっぱりありますね。でそれをなんて言いますか、まあ無視とは言わないにしても、それでもやっぱりこう今の仕事ができるっていうのはですね、やはりその向こうに、まあ、いわゆるまあその神の存在というのがあるわけですね。ですからいろんな私の場合は奇跡的なものを見せていただいたり経験させたりいただきながらしながらですね、その中でまあかろうじてある意味でね自分を支えているわけですけども、それとてそれほど力強いものじゃないわけですよね。ですからその都度私はですね、ひょっとしたら神の心っていうのはその都度でもそういう時にこそですね、神の心っていうのはふっとわかるわけですよね。つまり、おそらく今この地球をまあ、で人間を指導してくださっていると言いますか、もう懸命に頑張ってくださっているのが、カイン・キリストということになるわけですけども、まさに救世主、メシアということになるわけですけどもね、もう絶滅すべしという人間をですね、かろうじて、その、まあ、私が何とかしますからということはあったんだろうけども、まあ、人間を守ってくださっているわけですよね。ところが、カイン・キリストという方は、ご存知のように、全くそうなっていますか、まあ、人間世界における、通俗世界における、まあ、評価というのは、受けてないわけですよね。現にカイン・キリスト、カイン・キリストと言い出したのはこの私林博士であってですね、それ以前にカインという神に対していわゆる注目し、それがキリストであり、まあ、救世主であり、メシアであり、また人間を救済しているその方であるということをしていって知っていた人はいないわけですね。はい、いないということは全くいませんでしたね。ですからそのカイン、まあ、カインだということを分かったときはですね、まあ、その前から少し分かっていたんですけども、やはり決定的なのはやっぱりあのカシナ戦いの中の77、ね、5027という数字ですね。キリストは聖書でいうところのカインだという文言ですね。まあ、それ一つでしただけでしたらまあいろいろ弱いわけですけども、アグスチのベネチアのもですね、それからダ・ヴィンチもミケランジェロも同じように27という数字を表現していたわけです。プラス、今度はですね、あのシステン礼拝堂の壁画の方の最後の審判と題された絵の中にも7750、そして27もやや右上がったところで表現されていることをしたときにはですね、もう間違いないと、カインだということになったわけですけども、要するにそれは私がその今の葛藤し始めてから分かったことですよね。それ以前にはカイン・キリストに対して何かの、ね、注意を払った人というのはゼロなんですね。
で、その時の気持ちをですね、今私はですね、この今のこの2024年のね、6月27日のこの瞬間からですね、過去を思いやって、そしてその、じゃあ私がこういう研究生活に入る前のカイン・キリストはどういう心境だっただろうかとなりますとですね、私はその思うところですよ、そのカイン・キリストの数千分の一、あるいは数万分の一かもしれないけども、私の感じている、まあ、やるせなさ、虚しさ、いわゆる空空、バクバクとしたですね、この、なんて言いますか、つかみどころのない空虚感っていうのはですね、カイン自身も感じていたんじゃないかなと思うわけですね。それは、今の私がその数万分の一かもしれないけども、ふと思う、その虚しさのようなものをですね、カインはですね、人間の世界、人間と対峙する、時にですね、そういう気持ちを味わっていたんじゃないのかなというふうに私は思います。どういうことかというとですね、まあ、カインにしてみたらそれは耐えられないですよ。その人間を救済しているにもかかわらずね、誰もカイン・キリストなんてこと言いませんでしたしね、なおかつカインはですね、まあ、この人間世界においてはですね、弟を殺したアベル、嫉妬にかられている弟を殺したアベル大罪人であるという位置づけをしてカインを見てましたからね。ですから、まあ、カイン、はじめ私そうですよ、カインがキリストなんて言った時には、もう何人かの人からも書き込みもらいましたね。あなたはカインを叩いてるけども、カインという人はどういうか、どうしてかあなた知ってるんですかって感じでね。いわゆる弟を殺した人ですよ。そんな人はキリストになるはずはないでしょうっていう感じでね。まあ頭からその、いわゆる知ったかぶりのね、にわか専門家のような人たちから猛攻撃を受けましたね。はい。それなんですけども、やはりそれでもカインだというふうに残っていったわけです。ですから今私はもう懸命にね、ある意味でカインのことを、いわゆる書きながら、あるいは発表しながらですよ、懸命にカインを擁護している面もあります。それは皆さんお感じになっている通りだと思います。まあ、くださっていると思いますね。まあ、要するにカインという方はそういう方であるがゆえにですね、悪い人の心の奥底にある悲しみ、苦しみ、辛さというものを理解できる、つまり心のポケットの大きな人だということが分かってくるわけですけどもね。まずそれゆえに救世主の名にふさわしい神であるということになってくるわけですけども、それは今日のテーマじゃないんですよね。そういう立場にありながらも、なおかつカインはですね、人間を守ってこの2000年間いろんな指導をしてきたわけですよね。その時の心を思いやるとですね、どこか、私のですね、その数万分の一かもしれませんけども、どこかで、まあ、共鳴すると言いますかね、共感すると言いますか、まあ、金銭がね、お互いに響き合うと言いますかね、そういう感じで、まあ、カインを、まあ、捉えているわけです。まあ、カインを捉えているというよりもですね、カインの心がわかるということです。しかし、カインはですね、誰にも理解されず、それでいて、裏方、さらに裏方、表に出ることもなく、なおかつ、なってますかね、裏方で、まあ、人間のために救済してきたという思いですね。その思いの中からですね、つまり、カインの心というものがですね、ひょっとして、今の私の心の数万分の一の心かもしれませんけども、伝わるところがあるわけですよね。例えばこうして毎日、まあこう、まあね、自分なりの解釈で、評価ですけども、努力してるわけですけども、全くその世間的には、まあこの人間のね、通俗世界における人間世界では全く、まあ認められない、相手にされない、無視冷淡、冷視ですよね。まさにそのどん底で、まあなんて言いますか、なあ、こんなことしてて何なんだろうっていうような思いとの戦いっていうのはやっぱりあります。それは、その、どうしてそんな、こんなことをしていて何なんだろうかというと、やっぱりそれは結局は現実的な自己ですね。自分というのも自己の方に近いわけですけども、自己との戦いでもあるわけですよね。まあ、しかし、まあ、それを、まあ、それに負けたらですね、もうこんな仕事をとてもできるわけではありませんからね。皆さんだってそうだと思いますね。ボランティアで草刈っててもですね、文句ばっかり言われてね、さらに、まあ、ゴミを散らかされたらですね、やる気なくなると思うんですよね。その、やる気なさがどこから生まれるかというと、今言いましたようにやっぱりこう、通俗的な世間における自己評価というのが、まあ、形を伴って現れてこないというところにやっぱりあるんでしょうね。いわゆる歯がゆさということになってくるわけですけどもね。それがやっぱり私にありますから、なんでこんなことになるんだ、どうしてだなと思うわけですよね。それは私がですね、まあ、今カイン・キリストということを私は使ってますけども、ずっとこの2000年間にわたってですね、カインがですね、まあ、毎日のようにそれこそ、まあ、日常的にね、感じていた、まあ、その心の人ではないのかなと思いますね。つまりいくら人間で言ってもね、まあ、大体人間が理解できないんですから、まあ、今私もそうですよ。いくらそのこういう話をしてもですね、まあ、大体、まあ、理解してくださる方っていうのは本当に少ないですからね。あとは荒探し、ね、ケチつけ難癖の、まあ、専門になさってる方も多いみたいですからね。そういう人がですね、あちこちこちょこちょことかじって、あんたはこんなことも知らないのか、あんたはこんなことも知らないのか、こんなことも知らないのに動画よく作れますわね、って感じでの講義っていうのは、まあ、
似たようなものが届くわけですけども、その時々私は許せなさを感じますね。まあ、つまりそれとの戦いだということです。そのやる気なさ、許せなさの戦いであったわけですね。でそれはおそらく私の話繰り返しになりますけども、今までねずっとカインがですね、カイン感じてきたやるせなさと共通してるんじゃないのかなと思いますね。裏を返して言うと、よくやってくださったなという思いがありますね。私は私ならとっくの昔に諦めてね、もう人間世界とは決別してね、あとは野虎にな、大和にしたことがお前らクソ垂れた人間ども勝手にしやがれって感じでね、まあ、去って行って行かれたとしてもおかしくない立場でありながらですよ、会員はですね、人間のそばにいてですね、ああしなさい、こうしなさい、こうですよ、ああですよ、名前そんなものはどうでもいいですよ、ねえ、ダヴィンチだろうが、ミケランジェロだろうが、ラファエルだろうが、ね、シェイクスピアであろうがね、ブーグルであろうが、カツであろうが、ブラーであろうがね、はたまたね、ピカソであろうがね、ウォート・ディズニーであろうが、そんなことはどうでもいい。皆さんがその人間の世界で人間の手柄として、それでまあね、評価されればいいんじゃないかっていう感じで、しかし自分は常に裏方、裏方、裏方、裏方へと回りながら人間世界を守り続けてきたカインの心っていうのがですね、まあ冒頭で言いましたようにこういう仕事をしているとですね、何かしらその向こうにちらちらっと明確でして、そしてちらちらっと理解できる時があるということですね。はい。それが今の私の、まあ、いざざる心境ということになるわけですけども、会員も辛かったんだろうなって思うのはどうかと思うんですけどね。というのはどういうことかというとですね、神はですね、もともと人間なんか相手にしてないんですよ。どうでもいいよ。勝手に思いたければ思いいし、思わない、思わない人がいてもいて、まあ思ってくれたからといって感謝することもないし、しかし私ね、実はね、コンサート事件3度経験してるんですけども、1回と2回の、2回のコンサート事件を通してですね、まあそれはもう全然違いますよ。夢とは違いますよ。皆さんに夢だ夢だって言われてますけども、夢とは違う。そういうものの中を通してですね、ありがとうという言葉とね、I love you という2つの言葉をね、聞きましたよ。はい。それは本当に私にとってありがたいと同時にですね、そのありがたさゆえにですね、今こうして頑張ることができるわけですよね。つまり、それがなかったらと言いますか、今までの経験がなかったら、とっくの昔のこんなバカげた仕事やりませんよ。皆さんならしますか？全く収入なし、ね、名誉も地位もなし、バカだ、ほだ、ね、頭おかしいっていうね、レッテル貼られて、そしていくら自分が事実をされてもですよ、誰も相手にしない、理解もできない、もうどうしようもないっていう状況に自分が入った時にですね、もうやらないですよ、こんな仕事は。まあ、もし今のね、私が20年前、30年前の私でありですね、あの頃はですね、とにかく、まあ、教育と言いながらも金儲けですからね。はい。それはどこの教育者でもそうですよ。表面をきれいに飾ってですね、はい。で、裏で、まあ、なんか金儲ける。いわゆる、まあ、地位を求める。ね、あるいは名誉を求めるということで、金儲けでやってる。それはあったがゆえに、まあ、私が、まあ、その今の生活をできたわけですけども、いわゆるそれがなかったらどうかってことなんですよ。今のように全くいない状態で、今から20年前の私だったら、バカ臭くてやりませんよ、こんな仕事。まず本を書いてね、金儲けて、そうやって有名になっていってくると考えるでしょうね。まあ、それから、まあ、いろんな手立てを考えるわけですけども、そういうことですよね。まあ、話ちょっと俗っぽいね、際どい話になってきましたから、こうで、発しておりますけどもね、要するに、私が言いたいことはですね、まあ、いわゆる、まあ、私はそんなに辛くは思ってませんけども、会員も辛かっただろうな、っていうふうに思う部分がやっぱりわかるってことです。いわゆる神の心が同時にわかるってことですよね。同時に神の心をもう一つ深読みするならばですね、もともと人間なんか相手にしないってことです。例えばダヴィンチにしてもミケランジェロにしてもですね、いろんな作品残してますけども、あれはみんなテーマは神ですよ。皆さんそこをね、理解しないと神の心って理解できないんじゃないかと思うんですけども、例えば、モナリザにしてもですね、まあ今は通説、定説、一般説でですね、どっかの商人の妻のラジャコーンってバカ言ってますでしょ。神がね、そこらの商人の妻をね、モデルにして絵なんか描きませんよ。しかし人間には愚かなことにそれがわからないわけですよ。つまり自分自己中心的自分レベルで神を判断しますからね。ですから、モナリザは誰かとかね、ここの風景はどこかとかね、モナリザの話になると常に出てきますね。あるいはそのダヴィンチは私はダヴィンチの子孫である。ね。ダヴィンチ家の子孫であるという名乗り出てきた人が、確かに顔はよく似てる人もいるんですけどもね。まあ、しかしそんなことでありませんよ。つまり私が言いたいことはですね、いわゆる神の作品と私が、判断したものはですね、まあ、いろんな形で署名などがありますから、それわかるわけですけども、神の判断、作品と判断したものは全て例外なく神がテーマだということです。ただ1、2例ですね。
例外がある。それはピカソのいわゆるゲルニカの中のね、中央下に馬に敷かれて、まあ、頭から血を流している人物と、あのゲルニカの中の右端に書かれているつぼ入れの刑でね、手を両手に投げているあの人物、あれは二人は人間だと思います。あれは替え玉ということになるわけですけども、なぜ神がですね、自分の作品ゲルニカの中にね、あのような人間、我々は人間らしき人を書いたかというとですね、それはある意味で人間に対する思いやりですよね。まあ、替え玉としてね、十字架にかけられた哀れな男がいたと、この人はね、神の中世界に入れてやろうという温かい思いですね。それから、バプティストのヨハネの代わりにですね、つぼれの刑を受けてた人の首が切られるわけですけども、その人はですね、バプティストのヨハネの代わりに首をはねられた人間、もしくはハイブリッド者だったかもしれませんけども、まあ、その人だったということをですね、そこに、まあ、人間に対する憐れみを感じたカイン・キリストはですね、あのパブリック、ゲルニカの中にですね、つまり二人の人間らしき人を描いたということです。そこにも、その向こうにカイン・キリストですね、人間に対する思い、熱い思いがですね、込められているということになってくるわけですけどもね、また皆さんね、私の動画ゲルニカを見てください。あのゲルニカはですね、パブロ・ピカソごときのですね、人間が描いた絵画ではありませんよ。あれは神が描いた、神が人間に渡した、つまり神のオール・ソーランズを表現した、つまりは神から人間に与えられたメッセージということになります。という視点で見ていただくとですね、あのゲルニカそのものがですね、神の証明をし、いわゆる実在をですね、証明する物的証拠ということになるわけですよ。いいですね。まあ、それは今日のテーマじゃありませんから、また何度も繰り返して皆さんにご覧いただいていますけれども、パブロ・ピカソのゲルニカは、あれは神のソーランズであることですね、左下から。ですね、イナナマリア、中央下にはですね、赤い玉のイエス、右にはセントジェローム、イコールカイン・キリスト自身の自画像、そして右端にはですね、バプティストのヨハネ、それで中央で絶え間と思っているディオニソースという感じで、全て神なんですよね。はい、話戻しますと、神が人間ごときを相手にして、モデルにして、絵画など描かない、彫刻も掘らないということですね。そういう視点で考えるとですね、あの、モーゼ像にしてもですね、もうですね、あれはモーゼ像ではないわけで、ミケランジェロのね、あれはモーゼ像じゃなくて、モーゼに石板を渡している神、すなわちエルシャレ、エホバ、ヤウェということになります。で、あの、やっぱりミケランジェロの描いたあの、彫刻と言われているダビデ像にしても、人間の王、第三代、ね、ユダヤの王、ダビデという人間ではなくてですね、まさに、十二球の第一神、すなわち時の神、永遠の神、いわゆるクロノス、バタルナは、イオン、アイオンの、まあ、を表現したものだということになってくるわけです。つまり、繰り返しになりますけども、いわゆる、まあ、そうした神はですね、人間ごときをもともと相手にしてないわけです。相手にしてたら、とてもやりきれませんよ。ね、相手にしてないからこそ、この2000年間、裏方に回ることができたということです。人間側から見ればですね、決して裏方に回ってるわけじゃなくて、まあ、勝手にいいじゃないの、ダヴィンチが自分の作品だとして発表してるなら、それやらしとけ。え、ミケランジョが自分の作品だとして発表してるなら、それもいいだろうと。ね。あるいはまた、パブロ・ピカソがね、自分が書いたね、大作だって威張ってるんなら、いいじゃない、やらしとけ、あの、どうせおバカって感じで、まあ、一歩退いて、まあ、人間世界を見ていたということですね。その向こうに見えてくるのは、もっと言えばですね、神自身の孤独、空虚感、いわゆる殺伐としたね、いわゆるまあ、パサパサ感ですね。私、パサパサ感という言葉がね、時々使う言葉なんですけども、あのパサパサ感というのは独特のものですね。掴んでも掴みきれない、噛んでも味のない、なんとも言えないやるせない感じですね。それは感じますね。今もですね、その神、カインの感じた、そのパサパサさんの数万分の1かもしれませんけども、やっぱり感じますね。まあ、こんなことをしていて何なんだろうって思うんですけども、それでもこうして毎日仕事をしなくちゃっていう、まあ、切迫感って言いますかね、脅迫観念に追われるのは、申し訳ありません、という思いですね。つまり、私はですね、とんでもない経験をさせていただくことは事実なんです。もうこれは皆さん疑う人多いと思いますけども、事実なんです。その事実をですね、自分に追いかけていくとですね、もう本当に遊んでいても申し訳ない。恩返ししなきゃいけないというふうに思いがありますね。精神的にですね、私が今から6年前にですね、大病を患った時も7年になりますけども、やっぱりあの時の私をですね、精神的に支えてくださったのは、あの12月28日の朝見たね、無事型 UFO ということになるわけですね。私は手術して入る時も出る時も、それからまあいろんな検査結果が出てどうのこうのと言われる時もですね、いつも目を閉じてですね、静かに目を閉じて、まああの朝見せてもらいました。今行くよという声でね、呼び出されて見せてもらったあの V 字型 UFO を頭の中に思い浮かべましたね。そして私は自分に言い聞かせました。私は神の声を聞いたんだ。ね。神の乗り物を見せてもらったんだ。まあ、本当にありがたいことですね。そういうふうにして私は自分自身を支えることができた。じゃあその恩返しということになると、今の私は十分それに応えているかというと、それはないですね。
もういくらやっても申し訳ありません、申し訳ませんという気持ちの方が先に立ってしまうわけですね。それがあるがゆえにですね、普通ならやらない、このバカげた仕事やってるわけですからね、普通ならしませんよ。と思いますね。まあ普通ということは、いわゆる通俗世界における通俗主義の人たちの間ではですね、ありえないことをやっているということになるわけですね。まあですから、今の今もですね、まあ昨日、おととい実はね、風邪気味でね、ちょっと大変だったんですよ。もう頭痛もひどくてですね、はい、まあその、大変だったんですけども、まあ今日、やっと楽になりましたけどもね、まあその大変な時にですね、やっぱり自分を支えてくれたのはですね、やっぱり頑張らなくちゃ申し訳ありません、申し訳ありませんという、いわゆるもう思いですね。で、今の私が、まあ今日ね、まあやっと落ち着いて、まあ話し方もですね、いつもの話し方に戻りましたけども、まあ昨日も一昨日もですね、カットという話し方で申し訳なかったと思いますけども、要するに、まあ今の私はですね、頑張ることができるというのは、その、いわゆる支えてくださっているのは上の方なんですよね。で、話をぐんと戻してですね、まあ今日のビデオであり終わりたいと思いますけども、そういう中にあってですね、つまり人間など相手にしていないという中にあってですね、私はこんなことも考えるんですよね。つまり、まあ、例えばね、私のことを悪く言ってる人いくらでもいますからね、皆さんご覧になってください。あちこちの変なチャンネルがあってですね、まあ、ありますけど、そういうところでまあボロクサに叩かれてますけども、私自身は全く気になしてないんですよね。どうしてかと言いますと、はい、それはわかるでしょ、わかるでしょ、どうせくだらない連中がくだらないこと言ってるだけだ。ね、私の部屋には飛んでくれたあの、六畳間の奇跡の中のね、丸いものだって、あれは偽物だ、CG だ、虫だ、埃だって、未だに言ってるんですからね、これ、それは繰り返しになりますけども、私その時こう思いますの、バーカみ、どうせあんたたちに別れしないよってことで、全く気にならないんですよね。だって本物だもん。ですから、それは、その本物だから気にならないという思いの中でですね、つまり、会員の心に通じるわけですよ。どうせ分かりやしない、分からない人にはどうでもいいです。どうぞご勝手にということですね。いわゆる神のニヒリズムということになってくるわけです。その、ね、神のニヒリズムということになってくるとですね、神の立場から言うとですね、まあ、私にそのこと言ってもらった覚えはないんですけども、愛し、ね、気にするなよと。ね、そんなのどうせ分かりゃしないんだからっていうふうに思いますけども、同時にそれはですね、この2000年間のカイン・キリストの私たち人間に対する思いでなかったでしょうか。例えばあのモナリザのような背景にはですね、火星の大地が描かれ、その中には153153、すなわちネルカという名前を意味するゲマトリアが隠されているとかね、まあ、いろんなその暗号が書いてあったんですけども、まあ、そういうものを、そういうものをですね、まあ、カイン・キリストは今から500年前に書きながらですよ、どうせ今の人間には分かりゃしないだろう、まあ、今は分からなくてもいつか500年後あるいは分かるようになるだろうというような自分の希望をですね、未来に託しですね、そしてまあ自分の仕事だけをですね、きちんと会員はしてくださった、完璧にしてくださったということですね。そういう流れの中からですね、今の私もやはりそうなんですよね。どうせ今の人には分かりゃしないだろうと、ね、理解もされないだろうと、バカだほど頭おかしいと言われるのは責任山だろうっていう感じでの、いわゆるまあ悪い、その、諦めじゃないですよ。諦めちゃいませんよ。諦めじゃないんですけども、しかし、諦めを強いられるような環境、立場にありながらもですね、まあ、いいじゃないのと、分からなきゃ分からない、いいじゃないかと。どうせ、いつかね、頭を下げてごめんなさいっていうのは相手側の人ですから。はい。まあ、私の解釈、モナリザというのは、火星の神、ネルカルだと、やがてもう、常識になりますからね。その時に、林さん、あなたをね、50年前にバカだほだって言ったけど、ごめんなさいと言って、謝るのは相手側ですからね。ですから、私は知ったことない、どうせ今の世界じゃ理解されないから、まあいいでしょうって感じで、その見る思い、そういう思いでやり過ごす自分っていうのがですね、結局はカイン・キリストのニヒリズムと通じていくんじゃないのかなという意味においてね、まあこういう仕事をしているとですね、神の心がですね、いろんな角度から、いろんな立場で、いろんな点においてですね、理解できる時があるってことで、まあそれ、しょっちゅう私は神じゃありませんから、神の気持ちになるわけじゃないんですけども、神の気持ちまで理解できるようになるということですね。で、最終的に言えばですね、まあいいでしょうと、人間の皆さん、あなた方にもう任したと、自分の運命、人間の運命を決めるのもあなたがですよと。自滅するなら自滅しなさいよと。ね、絶滅するならもう絶滅しなさいよと。私はその代わりやるだけのことはやりますと。それだけ、それで、それ、報われなければですね、報われて、まあ理解されなければ、それも仕方ないでしょうっていう感じでのニヒリズムがあるわけですよね。持ってらっしゃると思いますよ。今の私はそうだもん。どうせ分かりゃしねえんだから、ね、白い目で見てバカだほだと言ったら言わしとけとかね、知ったことかっていう感じでの投げやり的なニヒリズムというのはやっぱりありますね。まあ、だからもっとはっきり言えばですね、こういうことなんですよ。
神はですね、何もですね、私たち人間に頭を下げてまで、ここの重要なことなんですよね。頭を下げてまで理解してもらうなんてことは神自身は思っていないと思いますよ。それは私はその数万分の1ぐらいは理解できるわけですけどもね。私自身もそう思うもん。どういうことかというと、頭を下げてまで理解してほしいとは思ってませんもん、私。はい。どうせそういうつもりでやってるわけじゃありませんからね。もともと無視の状態でやってるわけですから、頭を下げてまでね、近隣の人にね、どうか私を理解してください。モナリザというのはネルガルなんですよ。皆さん、頭を下げてお願いしますから、ネルガルであることを理解してください。お願いします。どうか理解してください。なこと言う必要ないもん。理解してもらったって何にも得にならない。何にもならない。ねえ。そうでしょ？何もならない。そんなもののために頭なんか下げませんよ。もっとはっきり言えば、さっき言いましたように、神は人間ごときに頭を下げてまで自分の教えを広めようとはしていないということです。これがわからないとですね、とんでもない説が出てくるわけですね。例えば神にね、UFO を乗せてもらったとか、神にね、何々してもらったとかって言う人って多いでしょ？そんなことするもんですか？そんな媚びを売って、人間の媚びを売って、人間の楽しみを売ってね、人間の関心を買うようなことをやるわけがないじゃないですか。はい。神はもっと人間を超越してるわけですから。まあ、要するに自滅しちゃけたしなさいよって考え方ですよ、はっきり言えばね。しかし、それじゃかわいそうだからと言って、まあ、懸命に今、頑張ってくださっているんだろうと思いますけどね。それこそ、私のようなね、いわゆるどっかね、おめでたくてね、まあ、そうことができる、まあ、お人よしの、おちょこちょみたいな男が、やっぱりいればですね、まあ、林が勝手にやるならやらしておけばいいじゃないのって感じで、私を見てるんだろうと思いますね。はい。まあ、あんたも勝手ですよって、知りませんよ。まあ、そういうことで、まあ、そういう意味においてはですね、私、まあ、率直に言えば奇跡的に、まあ、そういう立場で守られているという、守られてますか、目をかけていただいている面はあるということを最近やっぱり認めてます。それは私は特別だとかそういうことじゃないですよ。私も皆さんと同じは、皆さんも私と同じか、ごく普通の、まあ、人間ですからね。ですから、まあ、神の目から見たらですね、まあ、林博士が勝手にやってるのにやらせていいんじゃないのって感じでの、まあ、冷めたニヒリズムというのは持っていらっしゃるでしょうね。だから私はそれに応じて勝手にね、まあ、なんて言うんですか、それに恩を感じてですね、まあ、今生きているのも神のおかげだっていう、本当にそうですよ、私、自分もそう思いますよ。生きているのも神のおかげだというふうにして、まあ、要するに自分をしてですね、自分に責務を課してですね、そして、まあ、今の仕事をしていることが今の私の現状だということでしょうね。ですから、まあ、時々ワイフも言うんですよ、なんであなたそんなに頑張らなくてもいいんじゃないのってよく言ってくれますけども、俺はな、申し訳ないんだよ、こんな俺にな、目をかけてくださって、申し訳ないんだよっていうのが私の偽らざる本音ということになっていくわけですけどもね。まあ、要するに簡単に言えばですね、神はお人よしではないということです。そして人間ごときには頭を下げないということです。いわんや媚びを売ってですね、まあ人間の中にはですね、まあ人でもね、そういう人いるでしょう。私はね、神に病気を治してもらいました。UFO に乗せてね、火星まで行って病気を治してもらいましたなんて、まあ誠しやがに言ってる人もいるみたいですけどもね、知りませんけども、まあ話によるとですね、いるみたいに、そんなことしませんよ。そういう相手じゃないということ。はるかに人間を超えた大人だということです。はい。いちいちそんなことに構っちゃいないということですね。裏を返して言うと、私たちはですね、これから神と接する上においてね、何をどう考えるかっていう一つの指針にもなってくるんじゃないでしょうかね。私今話していることはね。ですから、そういう立場の人だということを知った上でですね、神を知る、理解するということになってくるわけです。今日はですね、まあ私の畑作業の様子を見ていただいてですね、つまり、まあ、ちょうど時間30分で終わったもんですからね。もうそろそろ今32分になりますからもうビデオ切れますので、まあこの続きはまた今度の機会にしますけれども、要するに今日のテーマはですね、神のニヒリズム。そして、まあ、ニヒリズムってことは決して冷たく突き放しているわけじゃなくてね、まあそういうことは気にしないということですね。どうぞご勝手にっていうのが神のニヒリズムだっていうのは私の基本的な考えってことになります。つまり、はっきり言えばですね、もともと人間など相手にしてないということです。何も信じてもらえなくても困ることもないし、神がですね、人間に向かって、どうか私を信じてくださいっていう必要もないわけです。はい。まあ、人間側にとっては神だけども、神にとっては人間という名前はどこにもないということですね。まあ、ちょっと話、あちこちそれそうになりましたので、ここで終わります。では、今日のビデオであり、ここであります。神の心も、時には私にも分かる時があるという話をですね、まあ、全体を通して理解していただければ嬉しいです。では、失礼します。バイ。